シモムーの寝るときに聞いちゃってさあ始まりました。シモムーの寝るときに聞いちゃって、どうもシモムーでございます。シモナーの皆さん元気でございますか？シモナーの皆さん体調を崩してないでしょうか？シモナーの皆さん、シモナーって言いたいだけっていう、いやー、シモムーの寝るときに聞いちゃって、今回で第4回目となりました。4月の終わりでございます。本日は4月の28日ですね。明日からはゴールデンウィークが始まるということで、ドキドキウキウキ嬉しい楽しいハッピーですね。ドリカムかって陽気でございます。平日お休みに出たら普通の人も10連休ですね。10連休なる方もいると思いますんで、ゆっくり休んで楽しんでください。ゴールデンウィーク、私ゴールデンウィーク地元帰ってまして、あ、そうだ、5月の3日と4日火曜日水曜日祝日にグリーンパークっていうところがありまして、北九州市若松区なんですけど、そのグリーンパークで、フリマがあるんですよね。フリーマーケット、そのフリマに、大体この時期、お袋が、あ、いや、お袋じゃないですね。ママが。こういう時はお袋って言うんですよね。お袋が、だいたい服、洋服を出しますんで、そのお手伝いを私しますんで、5月の3、4、グリーンパークにいますんで、もしよかったら来ていただけると会えますんで。ライブの告知じゃなくて、フリマの告知っていうね、時間が9時、あ、9時じゃない、時間が10時から16時ですかね、2日間。雨の時は中止になりますんで、晴れてたらやりますんで、もしよければ、お近くの方、どっかで見せ出してますんで、グリーンパークのどっかで見せ出してますんで、よければ、女性用の服を、婦人服を安く売ってますんで、新品が結構ありますんで、見に来てください。めちゃくちゃうちの実家には新品のタグ付きの服がいっぱいありますんで結構買って満足するタイプみたいなんでね、うちのお袋がぜひよければね。まあ4月ということで別に特に話すことはないんですけど、1ヶ月あっという間ですけど、1ヶ月そんなに面白いハプニングとか出来事ないですよね。ただただ平凡に幸せに暮らしてましたよ、私は。あります？皆さん1ヶ月で、ね、面白い話って。そんなないじゃないですか。だからもう芸人で、その、フリートークしてて、エピソード話してるのはもうほぼほぼ嘘ですよ、そうなったら。もう7割嘘で3割本当の、3割の本当の話を7割膨らまして話してますから、じゃないと成立しない。あんな面白い話、そんなもうしょっちゅうないですからね。まあでも4月ということで新年度ですね。新たなスタートということで。まあ、私も4月になって、芸歴の方が11年目になりましたんで。皆さん内緒ですよ。周りには内緒ですよ。11年目って。もう芸歴が上がるにつれ恥ずかしくなっていきますからね。言うのがね。年と一緒ですよね。もう芸歴は恥ずかしいよ。芸歴4年目です。5年目ですとかやったらね、大きな声で言えますけど。もう芸歴11年目はもうちょっと後輩じゃないと。芸歴11年目なんですよ、みたいな。もうこんぐらいのトーンじゃないとダメですよ。堂々と、芸歴11年目ですとは言えないですもんね。まあね、一応私10年の間に売れなければやめようと思って、この世界入って、もう10年あっという間に終わっちゃって、結局売れずに、まだやっております。まあまあ、11年目も頑張っていきますんで。皆様、どうか温かく見守ってください。まあでも4月の、新年度の思い出って言えば、やっぱりみんな不安とドキドキと、ね、いろんな気持ちがあると思うんですよ。入学式とかね、いろんな。でも私が一番覚えてるのは、やっぱこう、18歳の時ですね。高校を卒業して、東京に上京した時ですね、一番覚えてるのがね。太田プロの学校行くために、東京に上京しまして、でもその時はね、やっぱ若かったのか
勢いがあったのか分かんないですけど、あんまり不安はなかったですね。やってやるぞっていう気持ちの方が強かったですね。もう東京をぶっ潰してやるぞっていうね。なんで東京に行って東京を潰しに行ってるか分かんないですけど、なんかね、うん、俺が福岡だと思ってましたからね福岡が東京に乗り込んでやるぞっていう、もう勘違い野郎でしたからねもうすぐ秒殺でやられましたけど、東京にでもあんまり不安はなくて、そのだから家探して家も決まって3月の後半ぐらいに東京に行ったんですけど、まあ最初の方は親と行って、あの家の手続きとかね、家の中の整理、荷物が届いてたんで、そういうのをしてもらって、親が帰るっていう日に、夜帰ってったんですけど、親が帰って、じゃあねーって言って、頑張るわーって言って、親がいなくなって、自分家に一人になった瞬間です。なった瞬間に、めちゃくちゃ寂しくなったんです。あれ、なんだこの感情はって。ふとすっごい不安になったんです。で、その時に、忘れもしないですけど、テレビでサザエさんがやってたんですよね、そのちょうど時間が。で、俺はサザエさんを見ながら大号泣っていうね。なかなかないですよ。あんな幸せなアニメを見て泣くことってないですからね。俺初めてですよ。俺まさかサザエさん見て泣くとは思わなかったですもんね。やっぱちょうど、なんだろう、家族と別れて、でもテレビの中では家族だんだん楽しそうにしてるっていうのを見て、なんか悲しくなったんでしょうね。それをすごい覚えてますね。あ、どうしようって。俺、明日からどうやって生きていこうって思った記憶がありますね。まあ確かにそうですよね。18歳で東京という誰も知ってる人いなかったですからね。なんか一人ぼっちっていう気持ちがありましたからね。もうだから、強がって寂しくないと思ってるけど、すぐ東京行って一人暮らしし始めて、すぐ唇にあのヘルペスできましたからねすぐヘルペス大量にできましたから、ね、精神的にやっぱきつかったんでしょうね。なんかもう東京という街が怖くて東京 VS シモムみたいなね、勝手に思い込んでるって。ここで誰かこう知り合いとかいればね、そこに相談とかできますけど、福岡にしか知り合いなかったんで、もうすぐでしたね。でもまあまあ、時間が経てばね、何でも、その土地に慣れていきますんで、何でもやっぱ時間が解決しますからね。その時しんどくても時間が解決しますんで。でもそれが思い出でございますね、やっぱりね。だからもう行った当初は早くね、こっちに帰ってきたいっていう気持ちがあったんで、ゴールデンウィークとか盆に早くなんないかなっていうのをやってましたよ。あと何日で帰れるとかね、地元にやってましたよ、そんな風にね。まあ、なんだかんだそれででも東京に8年いましたからね、なんだかんだ。まあ、8年もいれば居心地が良くなるっていう、ね、人間ってわがままですよね。最初はあんだけ東京にね、怖がってたのに、もう、住んでしまえば都、住めば都ですからね。もう環境にないで、そっちの方が良くなるっていうね。のがやっぱ思い出ですね、4月。いやー、でも4月っていうのはいいじゃないですか、気持ち的にね。リフレッシュって。ほんと今月なんもなかったなぁ。なんもない。あ、まあ唯一、大した話じゃないですけど、バイト、私バイトもちろん やってるんですけど、まあ、バイトやらないと生きていけないんで、まあ、警備員の仕事をしてるんですよね、バイトをね。で、警備員で、まあ、いろんな現場行ってるんですけど、昼間も行ったりとか、夜勤も行ったり、まあ、その日によって行ってるんですけど、で、この間、だから駐車場の警備に行って、そこで出会った警備員の人で、74歳の警備員の方がいたんですよね。で、74には見えないんですよ。74って聞いた時点でびっくりしたんです。70の。今まで、出会った警備員の中で最高齢ですね。自分の中で74の人はいなかったですね。でもその人が言うんですよ。120歳まで生きたいってね。すごいですよね。まだやっぱ向上心があるんですよ。74にして。やっぱ大事だなと思うんですよ。本気でも俺は120まで生きるって言ってるんです。だから酒もタバコもやめたってね。いやでも大事じゃないですか。でも欲だけはなくしちゃダメだぞっていう話をね、いろいろ聞かされて。で、なんか神様の話になったんですよね。で、神様はどこにいると思うって言ったから、いや、神様は
常に見てるんじゃないですか、上からって俺は言ったんです。まあ、それもそうだけどって言って、神様は自分の中にいるっていう。これ深いですよね。これ深いと思うんですよ。自分の溝落ちの下ら辺にいるっていう神様。だから、まあ、昔から多分言いますけども、自分のやったことに責任を持ちなさいと。自分が例えば悪いことをしたら必ず自分に返ってくると。まあ、それが多分神様が見てるってことだと思うんです。それが自分自身の中に神様がいるっていうことだと思うんです。だから自分自身を見てるのは結局自分なんだよって。自分に結局返ってくるんだよっていうのを言ってたんですよね。あ、深い話やなと思ってね。これで路上ライブしてお金もらおうかなと思って、これを出稼ぎに行こうかなと、この話だけして一本で。まあでも本当そうだと思うんですよ。で、おふざけなしにこういうのは、神様いるいないはまあ自由ですけどね、思うのはね自由ですけど、まあ、私はいると思ってる人なんで。だから私の憧れのとんねるずの石橋貴明さんが、言った言葉がありまして、頑張ってる人には必ずご褒美が来るっていう言葉があるんです。まあ、これも神様がいるからなんです。頑張っていれば必ずいつかご褒美が来るって。まあ、これも明日かもしれないし、1週間後かもしれないし、まあ、1年後かもしれない、10年後かもしれない、20年後かもしれないけども、必ず頑張ってる人にはご褒美が来ると。だから死ぬまで頑張りなさいって、これ前石橋貴明さんが言った言葉なんです。まあね、これは大事ですよね。いつでも見てるんだよって、見られてんだよっていうのをね、意識してやっぱ生きていかないと。ご褒美が来るっていうのがいいじゃないですか。ご褒美っていうのはね、そのご褒美も何か分かんないから余計妄想が広がって楽しくなるじゃないですかね。でもまあすごいです。74歳でまだ現役で働いてて、しっかりしてて、120までいく。まあでも言ってましたよ、その74歳の人も。もう働かなくなったらおしまいって。ね、やっぱ何かしてないとダメって。もうすぐ老けて衰えていくとは言ってました。それはもう非常に言ってました。まあおっしゃる通りだなと思って。何かをするっていうのはやっぱ大事ですよね。それはすっごい思いますね。いやー、いろんな方いますね。さあ皆さん、明日からゴールデンウィークなんで、一緒に楽しみましょう。楽しく生きましょう。もう人生楽しんだもん勝ちですからね。絶対生きる以上楽しんだ方が得ですから、もう。だから一緒に楽しんでいきましょうね。仕事の方も、その仕事の合間にどっか楽しみを見つけて、無理せずに頑張っていただきまして。まあ、私はすみません、休みなんで、リフレッシュして遊ばせてもらいますけど。まあでも皆さん、明日からゴールデンウィーク。暑いんで、また気をつけてくださいね。じゃあ、下永の皆さん、本日は、こんな感じで終わりたいと思います。皆様、本日もありがとうございました。おやすみなさい。